この事故以来ですね、私は体の器官がいろいろ悪くなっておりますので、話しにくいところ、聞きにくいところあるところはご容赦ください。まずこのバルマ丸バツに対しての答えですね、はいはい、中間貯蔵施設のあり方ですが、これはですね、私は当事者でした。したがっていろいろ言いたいところがあります。それは双葉地方町村会と県と国とで議論して進めるということでしたが、ある日突然それをそのルールを破られました。突然に佐藤県知事から家具町村長殿という案内状が届いて、その中で強引に進められた経緯がございます。これは私が当事者としてそれをよく理解し分かってて、そして反対もしました。当然のルールである双葉地方町村会で進めるべきだということが抗議しましたけども、続行されて今に至っております。今いろいろ丸罰を言いましたけども、この中にここにいる会場の皆さんが参加されていたことがあるでしょうか。私たち首長でも参加させられない中で決められたことがいっぱいございます。従いまして、この丸罰を上げることの辛さ、困難さをご理解いただきたいと思います。会議の席に同席していろいろ決めてくれば明確に皆さんにここでお答えできるんですが、丸と罰と同時に上げなければならないような質問に対して答えることができませんでした。これはやはり基本である福島県民を主体として考えていく、こういう姿勢が私にはなかったなと、そんなふうに思っております。皆さんもこの丸×簡単に私が挙げたということを思わないでください。今日この質問はこの場で聞きました。迷いの中で挙げた丸×です。そういうことをご理解いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続きまして伊関さんお願いいたします。はい、私もすごく迷いながら挙げました。で、私はもう私の同級生は成人式3回目なんですね。なんで今年すごいクラス会多いんですけれども、なんていうかな、ちょうど私の年代は偏差値っていうものが導入されたりとか、それから大学紛争、高校紛争が終わって、もう私の年代からはちょっとまあ平常になったみたいな、そういう年代であったり、4年生の大学に行った方が商社に入れるよって入ったらオイルショックが起きて、本当の氷河期、今で言ったらエントリーもさせてもらえないっていう、そういう状態の就職っていう、そういうなんかこうものすごい歴史ではないけれども、やはりこう自分の思いとは別にこう世の中の動きっていうのにものある意味は影響を受けながらこの年を迎えたと思います。で、実際に原発があった時に、なんかこう自分の中で戦争体験のある方とか、本当に政治で頑張っていらっしゃるなんていうかな、70代80代のおじちゃんたちが国の存亡に関わる時にはなんかすごいちゃんと動いてくれるっていう、なんかこう夢が夢っていうかあったんですね。でその後自分が引き継いで次の道作っていけばいいかなっていう感じがあったんですけど、なんかそういう動きがあんまりなくて、で一応自分も親のおかげで4年生出してもらって主人も出してもらいました。それから本当に教育ローン借りながらですけど、娘も2人大学出しました。でもなんかそんなにちゃんとアジアの国の中で言ったら戦争もなくて教育も受けられて、でちゃんと政治家の人も官僚の人もいるのに、こんな一大事の時になんか法律って何なのかなとか、500人弱いる議員さんたち何やってんのかなとか、なんかすごいなんかびっくりしちゃって、もしかしたらこういろんなこういうなんていうかな、政治のシステムが日本という島国は合ってないのかなって感じました。
で、一番思っていることが、国と東電のどのぐらい本当にこの福島県に及ぼしたあの責任の試算っていうものがいろんな角度あると思うんですけれども、それをきちんとさせない上でいろんなものをやってもなんか上滑りな感じがしています、女性として。なのでその試算を出した上で 3社がこう対峙するんではなくて、3社が一体となって社会に向けて同じことを二度と起こさないようにやっていけたらいいと思っています。はい、ありがとうございました。丸×質問のお答えの補足ということなのでですね、これからの方はぜひ丸×のお答えを補足をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは悩んだということで、はい、それでは続きまして、熊坂さん、3分間よろしくお願いいたします。今日初めてこの丸×の質問を今この場でお聞きいたしました。井戸川町長さんがお話ししたようにですね、簡単に丸バツで答えられる問題ではないということを会場の方一番分かっておられるのではないかと思います。私からは県内の原発の廃炉のことについてお話を申し上げたいと思います。これでは全く廃炉は当然ですね。私が一番言いたいのは、県外の原発につきましてもこれは即刻廃炉にすべきだということです。皆さんよく考えてください。新潟柏崎刈羽原発、会津の方が福島第一原発よりよっぽど近いですね。東海村原発もあります、女川原発もあります。これを廃炉にするかどうかっていうのは、これは私たち福島県民の問題なんです。私たちこれだけ今苦しい立場に追い込まれ、その原因究明もですね分かってない中で、県内の原発再稼働は当然ですね。だけど県外の原発にも再稼働をノーということが私は求められていると思います。福島県民だからこそこれを言わなければならないというふうに思っております。また輸出にも明確に反対をしていきたいと思います。国の倫理観が私は問われるというふうに思っております。この福島の原発、私たちがこの厳しいですね状況に追い込まれた、国会事故調の7つの答弁に対する質問にも十分に答えは出ておりませんね。こういった答えが出ていない以上はですね、他県の原発についても再稼働はノーと言っていく姿勢が私は求められているというふうに思います。それから廃炉に関しましても、これはなかなか非常に難しい技術的な問題があります。今第一原発の事故におきましては、皆さんも同じ認識だと思いますけど、全くコントロールがされていないと思います。そこのところをやはり考えるべきだというふうに思っております。これからは私たちかなりの年限ですね、苦しんでいかなければならないということですから、この原発エネルギー、原発そのものをですね廃止して、一日も早い福島県は再生可能エネルギー、国エネルギーの県にすべきだと私は思っております。この事故を受けまして、本当にこの私は福島県民として、どうして私たちはこんなに苦しいですね状況に追い込まれてしまったのだろうか、そして国や東電もいろんな立場がで、あれと思いますけども、どうしても引いているように思っています。また県におきましてもどうも遠慮をしているような気がいたします。そこに国東電と明確にですね福島県民が声を上げて堂々とですねものを言っていくというのが今こそ私は求められているというふうに思っています。はい、ありがとうございます。続きまして金子さん、お願いいたします。はい、ですね、先ほどの立候補にあたっての、動機といいますか、それをちょっと一つだけ補足させていただきますと、原発問題、確かにね、いろいろ重要、福島県にとっては重要な問題でございますが、本当に福島県全体のですね、ことを考えて、今後の方向性を決めていかなければいけないという形になっておりますので、浜通りの方一番大変な思いをされていると思うんですが、中通り会津と、あと各地域にとって、ね、いろんな問題を抱えておりますので、そういう福島県全体のことを考えてですね、一つの方向性、リーダーとして引っ張っていけたらなというのが一つの立候補の動機でございます。それで丸バツをつけさせていただいたんですが、政治はですね、やっぱ決断が
あろうかと思います。でも決断をした場合にですね、必ず痛みを伴う方が現れるわけですから、その痛みをですね、痛みを伴う方々に対してのやっぱ思いやりといいますか、何かしらのですね、考えなり、したくなり考えていかなければいけないというような思いもあって、ちょっとはっきりですね、丸とか、今日質問がありまして、丸とか×とかちょっとできないところがございました。それで原発につきましてはですね、これ本当に皆さんと同じなんですけど、本当に私白川ですけど、白川でもかなりのですね、本当に何て言うんですか、あの時の状況を考えると、まあ今でもそうなんですけど、嫌な気持ちがあって本当に大変な思いをしてます。ですから本当に福島県民としてはですね、脱原発も当然のことだと思います。それで福島と沖縄ですか、ちょっと同じような立場で言われることあるんですが、沖縄の場合はですね、米軍基地沖縄がずっとね負担してきて、それで他にもね負担を分けてほしいというような中で、そのまま沖縄がずっと負担をしてきたと。それで福島の場合ですね、原発の被害で福島が犠牲になっているわけですけど、他の地にもですね、このような形で原発がありますので、福島でこういう目に遭ったものがですね、他の地域に対してもやっぱり同じことをねしてほしくないというのは、ある意味日本の美徳でございますんで、本当にそれがなくなったら日本が終わりかなというふうに思います。本当にオール福島のまあいろいろ多岐にわたってるんですけど、福島県全体がですね、そういうことで脱原発とか除染とかね、マイナスのイメージばっかりありますんで、ぜひそれをですね乗り越えることができればですね、プラスのイメージに変えることができるんじゃないかと思います。はい、失礼します。ありがとうございます。続きまして内堀さん、お願いいたします。それでは丸×の補足説明をさせていただきます。こちらをご覧いただけると分かるんですが、私は丸3番と丸4番に両方の札を挙げました。まあ、一種三角という形の表現です。ですのでこちらの方を補足をさせていただきます。まず3番は除染のお話でした。今行っている除染をそのまま継続することに対しての丸×です。でこれを丸でもなく×でもないというのはどういうことかといいますと、一番ですね、今回放射能によって汚染されたエリアは国が直轄事業で除染をします。でまたそれ以外のエリア、一般的に浜通りの北と南、それから中通りと会津の一部、ここは各市町村が今一生懸命除染を進めています。年間追加被曝線量1ミリシーベルト以下、こういったものを目指して各市町村非常に必死になって取り組んでおられる。この基本姿勢は継続すべき丸だと思っています。その一方で今の除染のやり方というのは世界でも例を見ない災害に対する対応ですので、まだまだ進化向上させる余地があると思います。この2年3年でも相当除染の技術とか手法変わってきました。こういった点については継続するということではなくて、むしろもっと新しい手法を取り入れて、できるだけ早くかついろんな形で負担が少ないようにですね、こう除染の技術を進めていくべきだと思います。そういう趣旨で私は三角を挙げました。続いて丸4番、こちらはですね、双葉郡のビジョンを今持っているかという質問でした。これについて私自身はビジョンはあるという思いがございます。と言いますのも、これまで副知事を7年半を務めてきました。特に 3.11 後の3年半は双葉郡の皆さんと本当に毎日のように連絡を取りながらやってきてますんで、将来的な一定の展望はあるんです。ただ冒頭でもお話した通り、双葉郡はまだこのエリアがいつ帰れるということが明確になっていません。そして今廃炉汚染水対策 1F のオンサイトがどうなるかも明確ではない。したがってまだ住民の皆さんが本当に将来ビジョンをきちっと描ける状態には残念ながらなっていません。しかしこれから非常に早いスパンの中で、私はイメージ的には半年とかを考えておりますが、
その期間で国と県と当該自治体一緒になって復興ビジョンを作る必要があると思います。そしてそれが実は双葉郡だけではなくて浜中会津全体の復興につながると思います。以上です。はい、ありがとうございました。最後に五十嵐さんお願いいたします。はい、丸と三角とバスとあるんですけれども、私が今回の知事選で一番関心があることは、その被災地のですね、復興のプロセスを見ている中で、この原発の処理もそうかもしれませんけれども、現場の声というか住民の方たちの声が十分に反映されているとはとても思いがたいと。でこの今回のですね、10月26日っていうのが原子力の日と投票日が重なっているわけですけれども、今内堀さんもおっしゃったように、国が直轄の例えば除染事業とか、中間貯蔵庫の案件もそうですけれども、国がその自治体に対してその大きな影響力を持っていて、その地元の人はですね、自分たちの意見をもう十分に表現できないままにことが進んでいっているというのがこれ現実だと思います。で多くの震災前のですね、予算、県の予算、9000億の予算からですね、今1兆7000億の予算になってて、たくさんの、税金が投入されているにもかかわらず、その住民とか現場はですね、あまりその実感がない。特に除染費用に関しては、今2200億ぐらいの予算が組まれてますけれども、そもそも入札 の、スタイル自体も変えなければならない。この最近まで、40数箇所の自治体を回って皆さんの声を聞いてきましたけれども、自治体ごとによって、その放射線 の、その被災している状況は違う。またその住民の方たちの放射線に対する理解も違う。またその今おっしゃったように双葉郡のですね、その状況がまちまちごとに違うわけですよね。その中で今回のこの福島の未来づくり、まちづくりというのは、この原発処理、そしてこの放射線問題、またこの被爆防止とか、このことに対して国が一方的に決めるっていう、そういうような未来づくりではなくて、私たちが県民がしっかりとそこに対して意見を十分に表現してから決裁されていくと。その原子力のですね、基本法第2条には、民主、自主、公開という原則があるわけですけれども、民主的にも自主的にもデータも公開も十分なされているという実感があまりない、いやむしろほとんどない。でこの原発事故に関しては、特に私は本当に痛々しく思うのは、この震災後直接死の方よりも関連死の方が増えてしまったという現実ですね。だから私たちは本当にこの痛みをしっかり理解して、命を考えながら復興を、この特に除染、原子炉の配慮を考えていきたいと思います。はい、ありがとうございました。以上でこのテーマを終了いたします。皆様拍手をお願いいたします。